原作のの、えー、漫画家の朝野犬です、えー、とあんまりこういう場所に出る立場の人間じゃないので不慣れな部分もあると思いますがどうぞよろしくしくお願いますこの原作自体が、えー、とそもそも10年前に連載してた漫画で時間は結構経ってる漫画なんですがあのこの10年間ぐらいあのほとんど僕の場合その実写化の話っていうのは来ることはなかったんですねで内容的にもまあ過激な部分もあったりするのであまりそういう期待はしないでいたんですがまあほに 妙なタイミングでその映画の話というのをいただきましてでえと上田監督と会う機会があったんですけれどもやっぱりその僕と上田監督っていうのはその世代が同じぐらいの話を聞いてるとその今まで育ってきたえ見てきた景色みたいなものが同じだったりとかえとまあ,あとは作品に対するえとそのすごく尊重してくれてるっていう実感がありましたのでこれはお任せしても大丈夫。 かなっていう,ふうに思えたっていうのが印象ですかね、はいえー、と私が初めて脚本を読んだ時はちょっと気が抜けた状態で読んでいたのであの何、ー、て言うんだろう結構もう、あのー、セリフが原作のものそのものでうーんあこのシーンな,なくなったんだこのセリフないんだとかそういうなんか単純な喜びとか悲しみとかしか <laughs>、あのー、なくて。

なかっったのがちょっと寂,なんか寂しかったです私オーディションだったんですけどオーディションを行う前に改めてあの読ませて頂い,いてあのえなんかまあ思春期のこの恋と性っていうものを描いているとは思うんですけどなんかその思春期一言であのなんか。 形容できるようなものでな,んかないその濃縮さというかであの濃厚さというかそれがあのなんか若者たちのどっか自分自身もなんか思い当たるようなざらつきだったりそういった面が非常になんか脚本にもあの漫画と。あの 同じような色を残したまま書かれていてあのすごい自分自身苦しくなったしこれを自分磯部っていう役をあの自分がそのやる可能性があるっていうことを考えた時にすごいすごい責任だし同時にすごい高揚したというか,かそういったなんか。 続々感みたいなものを最初脚本というかあのオーディションで読んであと脚本読んだ時に一番最初に思ったことですね。オーディションのだいぶ以前からその青,木さんの関青木さんに関する情報っていうのは事前に結構もらっていてあああの正直青木さんじゃないと成立しないっていうああ <laughs> い <laughs> 前提としてあったんですよね。 なので、本当にその青木さんやってもらえるってなったときすごい安心したんですけれどもで、その公明役に関してはまあ結構そのこれから選ぶっていう感じのオーディションだったじゃないですか、はい？ま、結構難航してて、うん、で石川さんだけなんか、その日の都合が合わなくて、別日のオーディションだったんですよね、うん。それでその時に僕はあのオーディション会場に行くときに、あのビルのあのエレベーターに乗るときに僕の前にあのその？ 制服を着たちっちゃい女の子がいてなんでこんなビルに中学生が来るんだろうって思って一緒に僕一緒にエレベーター乗ってるんですよそれ覚えてなくてさっきそれ聞いて、はい、私多分違う人じゃないかなって思ってるいやいやいや絶対そうです,うです <laughs> 私全然誰と一緒に乗ってたかとか覚えてないんですよあれまあもちろん僕その後ろからこうしめっと見てただけなんで <laughs>、はい、あの全然覚えてないと思うんですけど、うん、まあそれぐらい まあその役どころとしてまあその中学生の役っていうのもあるしあの難しいところだったと思うんですけれどもまあその石川さんそのオーディション見た時にた多分満場一致でこの人しかいないっていう感覚あったと思うんですごくそこも救われた部分だなと思います磯部と孔明がそのキスするかしないかみたいなシーンだったんでその時お,お二人とはまあ軽い挨いはできたんですけれども。 まあそれどころじゃねえんだろうなっていう雰囲気だったんで <laughs> あ,あまり会話をせずにって感じだったんですけど、うんうん、まあでもとにかくまあもちろんみんな一生懸命やってるなっていうふうな見てましたけども、はい、やっぱりその今お二人が言ってたみたいなもともと原作がそもそもが2人の関係性っていうものがちょっと特殊というかストレートに仲がいいとかそういうわけの。 話ではないので非常にその撮影難しかったんじゃないかなっていう風な感想でしたね <laughs> <laughs> でもなんかあれですよねその海辺の女の子ってあのカメラのデジカメの中に写真があって、はい、でそれとかも水着の柄から構図までほぼ完全再現なんですよ <laughs>、はい、で他にもその台風のシーンで看板が裏返るところとかあの だからそこら辺の,なんかそのまあ美術のスタッフの方の執着ってものを感じました。そもそもの原作が結構過激な内容であったりとかえそういう部分もあったので特に主演のお二人にはいろんな苦労があったと思いますんでいろんな責任を感じておりますがあのまあ漫画っていうのは終わったらもう終わりっぱなしっていうものが常なんですがまあこうやってこういう機会をもらうことで。 えと自分の漫画がまだ生きてるっていうふうな、えー、実感を得ることができました、えー、本当にこの場を借りて監督と主演のお二人本当にありがとうございましたありがとうございますありがとうございます